165センチあります。対して160センチ豊島、青コーナー松下選手、豊島サイドからの目線でお話しいただくんですが、でも静香選手と対戦松下選手ありますもんね、はい、そうですね、以前対戦させていただいて、長身ですけど豊島選手も160センチあるので、はいはい、あの手足も長いのでしっかり当てていけば問題ないかなと思います。そうですね、はい、豊島の方は今回のカオスロイヤルのメンバーでは福原優選手と一度対戦があります、はい、その時も激しい戦い、乱打戦でした、うん、プロ0勝1敗1引き分け、今回6キロ減量を果たしてここに臨んできたということですね。なかなかきついですよね、6キロだと、はい、45キロリミットですからね。そうですね、でも調子も良さそうですね、うん、はい、リラックスすごいしてるので、はい、はい、あ、表情から分かりますか。そうですね、リラックスしてると思います。普段は不動産会社の受付ジムという、うん、豊島が前に出てくるパンチでレイストレート、膝のタイミングで合わせましたね。カウンターでしたね、バランスちょうどいいタイミングで入っちゃった感じですね。静香選手調子ダメージありますね。ありますか。ダメージありますね。静香はなんとか巻き返したいところなんですが、うん、島野選手いきなり苦しくなりましたね。しまいました。これはいけません、うん、立ち上がっています。立ち上がって豊島ちょうど倒れた時に、そうですね、ちょうど蹴りが入ってしまいましたね、はい、そうですね、あ、ちょっとこれ左のテンプルのあたりですね、押さえています。とにかくでも島野選手、静香の方もこれ必死でしたからね、はい、そうですね、豊島選手がガツガツまとめるのが上手いので、そこに巻き込まれないようにしたいですね。そうですね、はい、ここ今交代中になっています、はい、ちょっと気持ち切り替えて、はい、行きたいところですね。そうですね、こうしてできたインターバル、そうですね、いやでも流れは変えさせないと、詰めてますね、いいと思います。豊島ですね、ここに集まりたくないですね、あ、でもそのままに、あ、これ松下選手パンチ当たりますね、オーバーハンド。そうですね、研究されてますね、ちょっと静香選手、あ、そうですか、多分右のオーバーハンド合わせるのを豊島選手練習してきたのかなと思います。いや、これでも多団体で体幹ある選手ですから、勝てば食えば大きいですよね。そうですね、結構意気込んで右合わせてますね。これもそうです。いや、静香の方は島野選手、これどう耐えたら防御したらいいんでしょうね。そうですね、豊島選手の方が回転が速いので、静香選手は自分の距離で一つ一つの攻撃をしっかり出し切る、はいはい、そうですね、バランスよく一つ一つの攻撃を当てていくっていう意識で、いいですね、この感じでいくといいと思います。これは雑にはなりたくないですね。そうですね、一つ一つそうですね、詰められる場面もあると思うんですけど、そしてこの長いコンパスを生かしていきたいのが赤いグローブの静香。そうですね、ロングリーチしっかり一つ一つの攻撃に、あ、でも豊島もその蹴りよく見てかわして、ここで第一ラウンド終了となっています。さあ、豊島がダウンを奪いました。そして、はい、あ、今笑顔も見えてますね、うん、そうですね、ずっと終始リラックスしながらも、はい、右のオーバーフックしっかり当てていってるので、そうですね、はい、これちょうど膝に、そうですね、ちょうどカウンターで入りました、ね、カウンターでタイミング良かったですね、うん、静香選手はパンチに付き合わない方がいいですね。そのようですね、はい、蹴りからでいいですか。そうですね、自分のリーチの距離で一つ一つの攻撃をやっぱりしっかり安定させて出していくっていうのがいいと思います。安定させてってこれ大事なようですね、はい、そうですね、自分がバランス悪いところで無理やり打ち合ってしまうと、はい、もらった時に効いてしまうので、それは避けたいですね、うん、島野選手はそういう経験はセコンド、そうですね、あります。そうですか、はい、あります、はい、思い出したくないことだったり、はい、失礼しました。いえ、さあ試合は第2ラウンド、しっかりお互い自分の、はい、間合いで戦えるように、となるとこれ豊島の方はパンチですね。そうですね、しっかり体重を前に乗せて打っているので、まあ、ちょっと3ラウンド、はい、右オーバーフックの時に右足も動かさないでし、ああ右足を前に行くように練習してきたんですかね、はい、右がサースポーになる構えみたい、はい、一歩前に、ちょっと変則的ですか。そうですね、ここちょっと
削られたりダメージがあれなのでコンパクトに、はい、そうですね、大きなパンチ得意ですけれども、はい、あとボディーとかも、はい、いければ、うん、オーバーフックだけじゃなくでもすごいアグレッシブでいいと思います。さあこのラウンド中盤ですが、静香の方は下野選手どう見えますか。そうですね、長い自分の距離でミドルキックも当てて、はい、少しずつペース自分の方に引き寄せられてきてるかなと思います。あこれそうですね、ここですね、今の蹴りとかもちょっとガードを見ながら行かないとハイキックもらうの心配なので、静香選手蹴りが出るようになってきたので、そうですね、ちょっとペースがちょっと様子変わってきましたよ ね、 そうですね、少しずつ自分の距離掴めてきたなと思います。いや少し踏ん張ればハイキックになってしまうなんていう静香のコメントも以前ありました。それを倒す右のハイチと危なかったですけど、こうちょっと流れが静香選手の方に、傾いてきているので、ちょっと一旦仕切り直ししたいところですね。静香がまたガードをしっかりしているというところですね。静香選手ここ冷たいですね。ミドルが入っているので、ミドルキック右、ちょっと効いてきてます。右の右サイド同様、うん、豊島ファインして全身右、足がちょっとしっかり固まってればもっといいパンチが効くパンチがいくと思うので、ということはお互い正確性を問いたいところですね。それでも静香のラッシュ止まりません。いいですね、いいですね、いいですね。第2ラウンド終了です。ワンダウン取られているので、うん、今のペースで3ラウンドも行きたいですね。となってくるとその先見えてきますね、はい、いや今度は静香サイドから島野選手お話いただきましょう、はい、そうですね、1ラウンドは豊島選手のパンチに無理やりパンチで付き合ってしまう場面が多かったんですけど、2ラウンドはしっかり静香選手が自分の距離で安定した状態でキックまでミドルキックハイキックまで出せているので、少しずつペースが静香選手の方に傾いてきたかなと思います、はい、動き自体がちょっと必要最小限になってきましたよね、はい、そうですね、無駄がどんどんなくなってくる、はい、そうなるとキャリアも上位、気合もその側頭部の星の刈り込みで分かります。静香チャームポイントですね、はい、これは大きくアピールしてきます、はい、松下選手との対戦歴がある静香、はい、それに対して豊島、これがプロ3戦目11戦目の静香にいかにぶつかるか、ここはもうお互いの戦いができるかどうかっていう、お互い攻めたいですね、はい、その柱をどう打ち立てるか、このリングで豊島青いグローブ存分に振るってまいります。前蹴りからは静香、あでもやはり見ていますと静香は冷静に戦えばというふうに島野選手見えますね。そうですね、前蹴りミドル冷静にいいタイミングで、あいいですね、出していきたいですね。そしてストレート顔面、豊島好調しています。ハイキックもう一発、ミドルハイの軌道で放っています。これも届くと怖い、ここ粘りたいところですね。パンチちょっと動き止まりました。豊島静香選手パンチから今までいきたいですね、ちょっとスタミナも削られてますね。あと動けない気持ち、はい、固めて、はい、ここちょっと辛いところだと思うので、いかにここで今ここが正念場なんでしょうね、まあ、ここでこそと豊島、そうですね、しっかり、まあ、足が美しかったらちょっとローを打って、はい、コンビネーションつなげて、ナイス、静香サイドの攻撃、いいですね、危ないですね、そのあと危ないですね、右のハイキックちょっと危ないので豊島選手しっかりガード固めて、島野選手静香が狙っている動きはハイキックありますか。そうですね、蹴りを打った時に豊島選手がすごいやりづらそうに、動きが止まるので、はい、そうですね、これもいいですね、ミドルも打ちながら、あやりづらくさせているようです ね、 そうですね、徐々に攻撃が理にかなってまいりましたが、ラストここ2人でスイッチしながら、お互いも10秒なので、はい、バックミドル、いや思い切りました豊島、それを見てのパンチを信じた、いや豊島も最後の最後一度はダウンを奪っています。豊島奪われてから大反撃の静香、これも出し切りましたね、出し切りましたね、いや熱い戦い続きますね、新宿フェイスカオスロイヤーですね、判定にこそ持ち込まれてはいますけれども、はい、
これは長く暑い夜、負けられない試合ですからね、はい、そうですね、ダウンのポイントがどう出るかですね、はい、それを奪っているのが豊島、返す手が多かったのは静香です。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。発表、ジャッジ芹澤28対28、ドロー、一人目ドロー、28対28、ジャッジ山根28対28、ドロー、二人目もドロー、ジャッジ山崎28対28、ドロー、0対0、これでインストラーラウンドに突入となります。うわ、手応えあるか、静香選手、余裕ありますね、楽しみですね、ここはもうそうですね、豊島選手もしっかり足固めてパンチで、はいはい、右オーバーフック狙っていって、静香選手やっぱり高めの攻撃とかミドルがすごいので、はいはい、豊島選手もその後しっかりパンチガード固めて中に入って、ラッシュすればいいと思います。やはり対戦もあるからか、静香サイドにも言葉が飛びながらっていう風になりますね。そうですね、やっぱり、はい、昨日もメールいただいて、まあ、頑張りますみたいな感じで、はい、まあ、ライバルですもんね。そうですね、はい、良きライバルとして、はいはい、刺激いただいてます。じゃあそんな静香はより前に出ていこうという姿勢を今も見せました、はい、両者頑張っていただきたいですね、お互いの武器の出し合いですね、っていうことですかね、はい、セコンド、いかにパンチのレンジに持ち込むのか、はい、豊島、そうですね、豊島選手、はい、まだ表情に余裕があるので、はい、ここ頑張って、エストラウン、さあカオスロイヤル、キックから赤いグローブの静香、青いグローブの豊島さんにはパンチに何とか持ち込みたい、右の強さを今一度といきたい、ここもパンチを振ってくるが、ストレートで静香返す、そうですね、静香選手蹴りまで出したいですね、そうですね、蹴りまで出したいですね、静香はやはりそれを思い出したい、うん、右のミドルには左も強い、豊島の拳まだ死んじゃいません、リング中央からプレッシャーを比べるような戦い、千葉の選手、静香どうですか、そうですね、この今のこの蹴りもそうなんですけど、やっぱりこの蹴りを打った時に静香選手のペースになるので、はい、パンチも最後蹴りまでつなげたいですね、そうですね、自分の武器で最後まで勝負したいですね、ラスト1分ですね、もうあっという間、そうですね、今気持ちの勝負ですね、気持ちで、はい、ここですね、静香前進バックハンドブロー、豊島前蹴りにもひるまない、ひるまない、自分から豊島も、いや松下選手、豊島も下がりませんね、いいですね、右のバックフック、ね、はい、すごいと思います、お互い得意技がぶつかり合ってますね、うん、ラスト30ですね、そうですね、ここで踏ん張って、それをいかんなく交換したくない、一番強いなので、はい、静香選手蹴りたいですね、右に、ね、蹴りたいですね、最後ちょっと日本、ねえ、はい、連発は静香ですが、なんとかかわしてその後右の一発にかけるのか、豊島、いいですよ、豊島選手も追いかける、はい、追いかけて飛び込んでくるところに左の福静香、うん、ここで試合終了、判定に入ります、最後までお互いの得意技がぶつかり合いましたね、そうですね、よかったですね、そうですね、ポイントがどっちに割れるか、はい、楽しみですね、何をジャッジが取るか、そうですね、なりそうですね、やっぱ豊島選手の右のオーバーフックすごい入ってたので、はいはい、とても印象も良かったかなと思います、いや、またセコンドに一度こう顔を合わせても笑顔がもう一度ありました豊島、うん、そして今この時点で笑顔は静香、さあ延長ラウンド自体の判定発表です、判定結果をお知らせいたします、ジャッジ芹澤10対9、赤静香、赤静香、ジャッジ山根10対9、赤静香、やはり静香、10対9、赤静香、三者ともに10対9、3対0、2人の表情は対照的に分かれました、満面の笑顔、あ、今それでも豊島もそれに応えるノーサイドの2人でしたが、競り合いを制したのは静香です。
はい、でも島田選手見応えありましたね。そうですね、静香選手あのきつい場面もあったんですけど、はい、あの最後まで自分の武器を信じて出し切りましたね。信じるということですか。そうですね、自分の技術を信じて最後まで力を出し切れた試合だったと思います。松下選手、はい、でも豊島里美っていう選手もこれ名前を覚えた方が良さそうですね。そうですね、まだ、まあ、今回で参戦ということで、はい、静香選手と全くあのキャリアがあの浅いにもかかわらずすごいいい試合でアグレッシブで、はい、注目選手だと思います。確かにそうですね。いや、その新鋭に対してこれが11戦目でした。5勝目を挙げています。長身を生かした蹴り、いやこれからさらにと静香です。私自身8ヶ月ぶりの試合ということで、あの試合に対して結構本当は正直不安とかドキドキの方が多かったので、とにかく終わってあの勝ててホッとしてるっていうのが正直なところです。試合を終えての相手選手の印象など変わった点とかありますか。とにかく打たれ強い選手だなと思いました。もう大堀でガンガン振ってきてるのは分かってるんですけど、まあ、それに同じように対応してた自分がいたので、まあ、そこは今後の自分の反省点だなと思います。今後の目標や意気込みありましたらお願いします。はい、今日やってみてやっぱり試合の感覚も全部忘れてますし、このままでは上に行けないというのは本当によく分かっているので、あのそういう課題をしっかり克服して、あの松下恵美選手のような強い選手になりたいと思います。